はい、どうも皆さん、こんにちは。新田です。新田のダンススクリームでとなりました。いやー、でもですね、さあ、今回ですね、BE:FIRST スクリームアットサマーソニック2022ということで、サマソニの映像が出てまいりましたということでございますので、見ていきたいと思います。収録ボタンを。よろしくお願いします。これ映像がどうなのかな、音がどうなのかなっていう、サマソニさんと多分公式から出ているものなので、ちょっとそのあたり、こう、兼ね合い見ながらにはなるんですけども、一通りリアクション取り終わった後に、音をちょっとだけ出しながらですね、その気になるシーンとかっていうのをちょっとスローで見ていきたいなというふうに思ってますので、よろしくお願いします。それでは行ってみたいと思います。レッツラーゴーズ。うわー、すごいお客さん。おー、うわー、わおー、わおー、わあ、すごいですね、シュンティ。おー、マーナティ。うはん。うおー、りょう、りょうきくんからの、あー、りょうくん。ジュノンくん。あはは。リュウちゃん、あはは、おー、はわー、いやー、おー、シュンティ。あー、あはあ。いや、すごいや、もうねじ伏せますね、全部。言葉を失うとはこういうことか。ダダダダンの部分とか。明らかにもうなんか気迫というか乗ってるものの なんだろうな、エネルギー量とかが違いますね。もうこのお客様の数よ。そして、まあ、サマソニだから本当にいろいろなアーティストの方たちのファンの方がいらっしゃってるっていう状況だと思うんですけども、これはびっくりするでしょうね。そしてこの最初のこのソータ君のお顔よね、に反してのこのちょっとこう T シャツというか、クマさんの可愛い、あ、可愛くないわ、首取れてるんだこれ、あ、可愛くないわ
なるほど。全員虜にしますからっていう気迫ですかね、これは。そのファンの方たちだけではない環境だからこそ、その完全にホームではないという状況でのこのパフォーマンスという。あー、なるほどね、りょうきくん。皆さんのこの姿勢の低さよね。これマナティですか？明らかにやっぱりこの本番になった時のやっぱその速度感だったりとか、あの重たさみたいなところですかね、動きが 1.5 倍から2倍増しぐらいになる感じ、この余韻ですよね、シューティーのね。ここかっこいいですね。汗がまた汗が綺麗なんだ。りょうきくんた、りょうきくんライブ感めちゃくちゃありますね。ライブ、あのカタカナのライブではなくて、あのアルファベットの方のライブ、ライブ。いやー、この表情よ、レオくん。ジュノンくんどこだったっけな、結構やばい表情してるところがあったんだよな。この後の2番の部分かな、ここで。いいいい。いや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 、これパンツグッチですか。でこれビリー・アイリッシュのスニーカーじゃないですか。スタイリングね。わお。リュウヘイちゃん。リュウヘイちゃんなのかもうどうか分かんなくなってきますね。これ生歌ですよね。どういう表情？ああ。はあ。うんま。ちょっと前傾で歌っていくところのレオ君。背が大きいからまたそれがかっこいいですね、シルエットがね。結構もう皆さんの髪の毛見てると、そのもう綺麗にまとまってるとかではないじゃないですか。もう振り乱しに振り乱すがゆえの無造作になってく、そのヘアスタイルのかっこよさみたいな、このあたりのね、掛け合いですよね。もうなんか喧嘩始まるんじゃないのっていうぐらいのこの、来ます。いやーすごいわ、ここみんなすごないですか、これこの感じ。いやーすごいアングルじゃないこれ。いやー、スクリームしてますね、思い思いの。で、ここよ。これよー、ジュノン君。伝えるために歌ってるっていうのがすごく伝わってきますね。
このね乗り方素敵に。ダダダダンの部分とか、ここマナティちょっとこう口が開いてる雰囲気とかも伝わってきますよね。この横のアングルかっこよ。いや気迫よ。みんなのこの目元の気迫ですね。ソータ君のこのヒットの強さ。はあ、すごいことになってたんですね、サマソニー。ツイッターとかで見てはいたんですよ、サマソニーがやばいというお話はたくさん聞いてはいたんですけど。その今は BE:FIRST さんたちはあえてその規模の小さめのところでやっているという、そのいきなりドームとかではなく、まずはその何ですか、規模のちゃんとこうコンパクトなところから、中小ぐらいの規模のところからやっていくようなのを心がけてらっしゃるみたいなお話を聞いたりもしたんですよね。だからそういう意味ではそのどのキャパシティであろうともいるお客さんたちに全力をその届けるっていうトレーニングを、まさにライブ経験を通じてトレーニングをしていくっていう、でその過程の中でのまあそれを1年間やってきての今回のサマソニっていうところでまた規模が大きくなってのこの規模でのステージっていうところになってるわけですよね。だからそういう積み重ねが生きての今のこの規模感でのライブなんだなっていうのを見ると、道理でというか、なんか このステージの広さに対して、このお客さんたちに対しての物足りなさが一切ないですよね。あの生歌ですし、生でパフォーマンスしてここまでの迫力、映像でしかもそれが伝わってきちゃってるっていうところですけど、すごいわ。人のサイズが大きくなってるわけじゃないですか、まあ、もちろんスクリーンに映ってるはあるとは思いますけど、ここなのでね。いやすごいな。僕ねちょっとねあれなんですよ、冬1月だったかなのライブにもしかしたら行けるかもしれないというところはちょっとあるので、ついに初めて BE:FIRST の皆さんのパフォーマンスを見れる日が来るかなというところでございます。はい、ということでちょっとそのあたりも楽しみにしていきながら、ウキウキワクワク想像を膨らませていきたいなというふうに思ってますので、よろしくお願いいたします。現場から以上でございます。ありがとうございました。よいしょ、つい。